京都府道34号綾部宮間線は、京都府綾部市から道府南丹市宮間町に至る、主要地方道に指定された府道である。京都府綾部市六代町大岩の京都府道51号、舞鶴は地線から路線が連続し、道府南丹市宮間町鶴ヶ丘に至る。市境に未開通区間があり、起点で接続する府道51号も途切れており、迂回路も存在しない、猛朝線である。 市会のホラ峠では、それぞれの麓の住民同士での交流が続いている。京都府道34号綾部宮間線総機開通を求める看板本路線は、道路法第7条の規定に基づいた京都府の一般府道として1959年に京都府が初めて認定した282路線のうちの一つである、鶴ヶ岡舞鶴線の一部を前進としている。 同法第56条の規定に基づき、1971年の第3次主要地方道指定時に建設省が、不動鶴ヶ丘舞鶴線の一部を主要地方道に指定したのを受けて、残部を不動大岩見山線として再編したが、1982年の第5次主要地方道指定時に建設省が、不動大岩見山線を綾部宮山線として、主要地方道に指定したのを受け、 京都府が認定内容を綾部三山線に変更する形で現在に至る。ありがとうございます。